はい、こんばんは、太陽チャンネルです。はい、はい、今日はこちら、よっこいしょ。はい、こちら妖怪ウォッチデラックス F? F って何ですか？フィギュア2014冬バージョン、こちらですね。全1種類でジバニャンがマフラーしてますね。こちらの方は、ゲームセンターの、こちらですね、こちらのゲーム機で撮りました。あのハサミで紐をチョキンって切って落とすやつですね。はい、そしてアミューズメント専用のおもちゃになってますんで、このように箱はなってますね。引っ掛けられるところがありますね。はい、今日はこちらの方を開封したいと思います。はい、はい、めっちゃいいな。いいよ。でもな、せーの、よい、お、出た。他は？パーツあった、パーツ。あ、パーツが、パーツがあった。お、すごい。こんな感じですね。で、そっちは、尻尾、尻尾かな。じゃあこちらの方を組み立てたいと思います。台座に乗せる。はい、完成。簡単ですね。台座に乗せて尻尾をつけるだけでしたね。こんな感じですね。すごい可愛い。近くから見るとこんな感じですね。はい、ちなみに、前回紹介した、びっくりジバニャンのプラモデルと比べると、こんなサイズ感ですね。若干ちっちゃいぐらいになりますね。はい、ということで今現在 UFO キャッチャーとか、ゲームセンターの方でゲットできると思いますんで、気になった方はチャレンジしてみてください。ということで太陽チャンネルでした。バイバイ、バイバイ。